ウィリアム・カーロス・ウィリアムズはアメリカ合衆国の詩人。エズラ・パウンド、T.S. エリオットに被験する20世紀アメリカを代表する詩人とされ、その創作はモダニズム、イマジズムと関連付けられて紹介されている。1883年、ニュージャージー・シューバーゲン郡ラザ・フォードに生まれる。父親はイギリス人、母親はプエルトリコ人。 ペンシルベニア大学医学部在学中にエズラ・パウンドと交友を結ぶ。卒業後、1906年にニューヨーク市のフレンチ病院でインターンを始める。その後ラザ・フォードに帰郷し、小児科の町医者として勤務しながら候補詞を発表。1913年に第一詩集、機室を出版。1927年、ダイヤル賞を受賞。 1950年に、選手とパターソンにより、全米図書賞を受賞。1953年、ボリンゲン賞を受賞。1963年、故郷、ニュージャージー州ラザフォードで死去。没後、ブルーゲルの絵、その他の歌で、ピューリッツァー賞主部門を受賞。アメリカの現代広報を大胆に取り入れた詩で、第二次世界大戦後のビート肉や、 ブラックマウンテン派の詩人たちに影響を与えた。ありがとうございます。